入り口を突き破ったタイヤ、周囲にはガラスが飛び散っています。そして道路には左後方のタイヤが外れ、傾いて止まっている車が。午前7時半ごろ、えにわ市めぐみの西2丁目の指導を走行していた軽乗用車の左後方のタイヤが外れました。タイヤは北海道信用金庫めぐみの支店の入り口のガラスに衝突しましたが、けが人はいません。車を運転していた30代の男性は、 5日前に自分でタイヤを交換したということですそして脱輪事故は千歳でも午後0時半ごろ走行中の乗用車の左前方のタイヤが外れ近くに駐車中の車に衝突しました運転していた男性によりますと自分で今朝タイヤ交換をしたばかりだったということです警察はナットの締め付け状態を確認するよう注意を呼びかけています